もおはようございます、今日は林海蔵監督の夢見るように眠りたいという映画を紹介したいと思います。これはサイレントのモノクロ映画になっていて、1980年代の作品なんですけども、昭和30年代の浅草を舞台にしている、ファンタジー、まあ、ミステリーの作品なんですけど、佐野史郎さんがですね、探偵の役で、まあ、ある、おばあちゃんが来るんですよね、探偵会社に。で、娘を探してほしいっていうふうに来るんですけど、よくよく調べてみると、そのおばあちゃんは往年の大女優だった。で、そこからストーリーが進んでいくんですが、でこの作品を見てると本当に見終わった後いい気分で眠れる作品です。あのね、クロマテングみたいな、なんて言うんでしょう、目だけこうね開けちゃって、男の人はですよ、黒いズキンかぶって刀刺したような人は出てくるんですけど、あれもサイレントの日本のね、映画の時代に、人気が出てたキャラクターだったそうです。で、林海蔵監督というと、私お会いしたことがあって、長岡市コミュニティシネマという団体が毎年秋ぐらいに映画を、上映してるんですけども、まあ、社会的な映画が多い、どちらかというと男性目線の映画が多いんですけどね、今のところ。で、林海蔵監督が来られた時に、まあ代表の方から関谷さんって言うんですけど、お手伝いしたらちょっと一緒に飲みに来られるよなんて言われて行ったんですよね。で、そしたらいろいろお話を聞いて、で私がちょっと質問したんです。こういう俳優さんが好きなんですけど、俳優さんを選ぶ基準って何ですか、演技力とか、なんて言ってしまったら、いや林海蔵監督がですね、こっちが演技をつけるからいらないんだよというふうに、そんなことを言ってました。新鮮でしたね、はい、面倒見がいい監督なんじゃないんでしょうか、はい、林海蔵監督は、まあ、近頃映画業界でね、セクハラとか性暴力だって言われてるけど、そういった監督ではないと思います、映画を見た限りでは。で、結構永瀬正敏さんを映画で採用されている監督で、最近ではボルトという福島原発の、映画などでも永瀬正敏さんが出てますね、はい。で、私立探偵ハママイクというドラマが昔、何十年か前にテレビで放送されてたんですけども、そのドラマの監督さんも林海蔵監督がしてて、そこの主演も、永瀬正敏さんでした、はい。で、私の甥っ子がいるんですけども、未だになんかそういった映画に出る出ないとか、私がもしも撮ったらですよ、出るので、林海蔵監督が来た時にちょっと連れて行きたい気持ちがあるんですけどね、甥っ子が嫌じゃなければどうなるか分かんないです。はい、ありがとうございました。おまけもどうぞ。おまけのコーナーです。日暮らしが鳴いてます、そろそろもう秋かなと思いますけども、木柵駅って知ってますか。ちょっと画面、これバラ育ててるんですけども、木柵駅を使ったら、7月8月花咲かないんですけど、7月8月になっても花咲くようになりました。すごいですね、木柵駅。はい、でこちらが私の甥っ子です。後ろ姿だったらいいっていうことで映させてもらってます。汚れてるよ。はい、ちょっと女の子みたいな中性的な顔してます。はい、これは残念な生き物でに行った時のこのパンダの剥製です。まだ子供ですね。はい、ありがとうございました。またお願いします。